続いてはこちらです。厄除けや健康を祈願し、春や秋の祭りで披露される獅子舞。富山県は獅子舞が盛んで、4年前の調査によると県内840の地域で舞われていると言われています。しかしその多くがこの2年間コロナ禍で中止を余儀なくされました。そんな中、先日特別な思いで獅子舞を復活させた地域があります。射水市新港の二の丸町です。3年ぶりの祭りにかける若者の姿を追いました。祭りを1ヶ月後に控えたこの日、二の丸町で練習が始まりました。3年ぶりとなる今年の祭り、子どもから若者まで獅子舞の担い手たちが集まりました。祭り本番まで毎日練習を続けます。教えているのは五十嵐雄介さん、青年団のリーダー的存在です。2年間こうやって集まれなかったですけど、こうやって人が、子どもたち含めこうやって人をたくさん来てもらってますし、いつもの春が戻ってきたなという感じです。二の丸町で生まれ育った五十嵐さん、獅子舞を続けるため大学も就職先も富山を選んだほど、幼い頃から祭り一色だったといいます。みんなが戦隊ものとかなんとかレンジャーとかをめっちゃハマる時に、俺は獅子舞やってるみたいな、これ持って街中駆け回ってましたね、踊って。以来町の一員として獅子舞の伝統を守ってきましたが、次第に祭りの担い手が減り、存続が危ぶまれる事態に。そこで五十嵐さんは氷見や高岡、富山市など他の地域の若者に声をかけ、獅子舞の担い手になってもらう活動を始めました。人がおらんがなら人を呼べばいいんじゃないかと、本当いろんな子に、うちの獅子舞をどうしても残したいねと、なんせ楽しいがすっかり一回来てくれと。呼びかけに応じて集まったのは30人以上、一緒に二の丸町の獅子舞を作り上げてきました。自分のところではやっぱり若い人がいない、結構大人の、ね、年齢高めの方と一緒にやったりするんですけど、ここだったら同じような世代の人とできるんで、またそれは別の楽しさがあるというか、いい街だと思います。彼のおかげで。仕事場でもないし、家族の場所でもないし、けどそれ以上に一緒におって、なんですか、自分を出せる場所なんじゃないかなと。獅子がつなげてくれたんですよ、それを。今までやってきたものとか行事っていうものをちゃんと回していかないと、なんかこの何もできなくなってしまう。これはなんかやっぱり維持でもやってやりたいなと。5月に入り祭りが近づいてきました。仲間の練習を見守っていた五十嵐さん、ある異変を感じていました。2年間祭りができなかったため、動きを忘れてしまっている人が多かったのです。舞を思い出せず、足の動きが止まったり小さくなったりしています。思い切ってやろう、五十嵐さんは仲間に声をかけました。ノーマークちょっと一回座って、足上げる方の足はめっちゃ上げる、足揃えたいからさ、足綺麗に揃えたらめっちゃかっこいいから、新型のスって、だから動き大きく見せたら前の人、ちっちゃかったらなんかバラついて見えるから、
で練習の時に別にそんな、なんで間違えてもいいかな。ほら、楽しくやろう、楽しく。失われた時間を取り戻そうとする若者たちです。祭りの日、五十嵐さんたちは朝6時半から踊り続けていました。町に170軒あるすべての家で厄除けの獅子舞を披露します。にぎわいが町に戻ってきました。やっぱりあの新港という町はこれがないとダメなんですよ。皆さん生き生きしていたからね、夜8時五十嵐さんたちが最後に披露するのは祝い花。結婚や新築などを祝う特別な獅子舞です。獅子と天狗の激しい応酬、勢いが増していきます。ただいまもらいましたね、花の御礼申し上げます。威勢のいい祝いの口上、舞は1時間に及びます。獅子の足も大きく美しく揃いました。大勢の若者と作り上げた二の丸町の獅子舞、3年ぶりに町が一つになりました。獅子舞はもう活力です。人手不足だったりいろんな課題ありますけど、もっとみんなでこのお祭りを盛り上げて、お祭りを盛り上げるために地域をまず盛り上げていって、この地域の明るい未来作れたらなと思います。本当に若者がこう地域を越えてね、獅子舞でつながっていて、本番は本当に生き生きと熱く待っていましたね。そうですね、まあ、コロナでなかなか集まれない時期があったり、やっぱあと僕もあの地元の祭り、今なかなかコロナで延期して参加できてないんですけどもね、あのちょっと時間が離れるとちょっと気持ちが離れちゃうところもねあって、皆さん本当にいろいろご苦労があったと思うんですけれども、ただねこれから一緒になってまた作っていってほしいですよね。その二の丸町の獅子舞に他の地域から来ている若者たちの地元でも、同じように担い手不足で困っている地域も少なくありません。五十嵐さんたち二の丸町は恩返しの気持ちでその地域の祭りを同じように手伝っているということです。担い手不足で祭りをやめてしまうのではなく、助け合って続けていける、そんな関係をいろいろな地域と築いていきたいということです。ここまで富山の春の風物詩、獅子舞についてお伝えしました。